毎度お世話になっております、キミショーでございます。本日訪れましたのはこちら、毎度おなじみ石川製麺所さんでございます。今日はラーメン玉を買いに来ました。ロゴ超かわいいっすよね。焼きそばも買おうかな。無塩平打ちっていうのを買ってみました。あと思わず買ってしまった最新のメニューなのかな、針金っていう焼きそばも買いました。 500g 入ってなんと200円です。安い。では帰ります。すいません、唐突にラーメンを作り始めます。返しを作りましょうね。返しを作るんです。みりん入れましたね。これは塩ですね。塩とみりんが入った状態で醤油入れました。ご挨拶が遅れました。改めましてこんばんは、キミショーでございます。私、補足説明をいたします。今ここで入れてるのは塩が足んなかったんで追加してるところですね。うまみととろみ要因の昆布を入れたところです。多少言葉が足りない部分があるのでそのところだけ補足いたします。どや笑ってますね。昆布拭く行為をしてるんですけど、これ上で拭いたら意味ないですよね。よろしくないなと思いました。70度から高温にして20分置いたものを温度上げます。ちょっとうんちく言います。面倒くさいことですが、だしは理屈があるんだってさ。だいたい本当は昆布は60度ぐらいがいいんだそうで、なんかあんまり待ってられなかったから70度まで上げてそこから放置にしてみました。本当はね、上げすぎると雑味が出るとか言うんですけど、ぬめりは出るけど雑味は分かんないな俺は。まあそのぐらいのバカ舌です。で今日使うのは鰹節削ったんで使っていくんですけど、血合いっぽいとこも入ってるじゃないですか。だもんで香りをがっつり残すんであれば70度付近がいいみたいですよ。鰹も70度付近でキープしてやるとかなりいいらしいけど、でも逆に香りが出すぎるってことはこの血合い臭も出てきちゃうし、私今回お吸い物には使わないのでラーメンスープに転用したり味噌汁に使ったりそのぐらいなので、85度前後ちょっと強めにして、キープで20分放置、いや20分放置ぐらいでやってみましょうか。そういう形で今回は作戦を練っております。ちなみに1番だし2番だしってあるんですけど、お吸い物用らしいんですね。1番だしは香り重視で、でもねお吸い物お浸しそういうものですね。でもそんな繊細なものは今回やらないので2番だしと1番だしを混ぜたやつにします。つまり揚げるときに普通に絞ります。これは昔男子ご飯で健太郎師匠が言ってましたけど、これ両手でやったらぶっ飛ばされるそうですけど、でもお家なのでやります。これこれほら火を止めて、まあ保温ぐらいにしよっかな。保温にして20分放置です。よし、童貞では許されない行為。このザルは特に意味はないです。はい、1.5 番だしかな。いい香りだ。できましたんでタッパーに入れちゃいますね。なおめちゃ熱です。
熱っ。豚軟骨平らや、これらを使って肉出汁を取ります。一回煮立てます。軟骨のアクは普通の豚骨の柄とは違って真っ黒なやつは出ないんですね。とはいえよく見るとちょっと色味がついている。沸いた沸いた、よしいいだろう。網ザバンします。網ザバン、沸いた沸いた。沸いたら火を弱めて、上の方に浮いてるアクっぽいも一応気持ち取って、これがね泡が泡泡泡泡ってなんなければいいわけですよ。なんないね。オッケー。圧力詰まると事故なんか気をつけてくださいね。圧力出たね。弱火、タイマー1時間。圧力が落ちました。鶏もも、本当は縛りたいところだがこのまま落とします。圧かかったね。 OK。 そしたらピンが落ちるまで放置します。鶏、これで肉スープが完成。カツオだしを適量合わせ入れちゃう。で返し入れてスープで割ると、あうまい、とっても優しくて美味しいスープができました。できたスープと返しをもう合わせて完成品にしとくとバタバタとしなくて済みます。プロはその場でやるみたいですけど家ですからね。トッピング作ります。さて、ただこの鶏だ、鶏をなんとかしましょう。鶏ビニール入り、返し、まあまあ抜けたから寝かしときます。南会津のほうれん草を茹でて、あともう一品だけです。味付け卵、ゆで卵を煮て返しであえてちょっと置いとくだけ。やっとトッピング作り終わりました。では本調理いきます。石川製麺の無塩平打ち麺、ちょっと沖縄そばっぽいよね、なんか、うん、麺の縮れ麺具合とやっぱ早期のあれかね、出汁がね、早期入れたから美味しかった。早期久しぶりに食べたよ。ブルンブルン、ブリブリ、しずるか取ったまま
志向製麺無縁平打ち。つるんとしてうまいねこれ。うん、これまた買ってもいいな。量も結構あるでしょ。ボリューミー。うんうん。多分ね、普通んちより多い気がする。うん。うん。混ぜ麺とかにも合いそうだね、この。うんうん。口入れは。うんうん。海岸、混ぜそばみたいな。ああ。カラメル系。うんうん。しかめせめすごくって、なんかね、ラーメン玉でも4種類、5種類。へ、うん、昔、切りっぱなしみたいなの言ってた。なんかその餃子用の顔がない。切り落としみたいになっちゃう。なんか安くて、それとなんか餃子スープみたいなの売ってるから。美味しいと思う。結構美味しかったです。良かったです、うん、ぜひこの麺を使っていろんなラーメンを開発していただきたい。うんうん。やっぱり石川製麺の麺美味しい気がする、うん、なんかしっかりしててね。うんうん。また食べっぷりがうまそう。うん。鶏も美味しいけど、ソーキ好きだな。ソーキ美味しい。てかソーキがこんなになんか柔らかくなってるのっていうぐらい柔らかくなってる。これってさ、骨、軟骨のやつだ。軟骨って言うんだっけ？ソーキって言わないんだっけ？ソーキでいいんだ。ソーキが軟骨。ソーキ軟骨。うん。うん。ラッテがあの3枚目。なんか沖縄言葉時々よく分からなくなってるんだよね。分かんないよ。なんか混ざってたのはラフテーか。ラフテーと混ざってたのか。うんうん、そうラフテーとソーキが分かんなくなりだした。飲める系、飲める系ラーメン。ごちそうさまでした。美味しかった。ご視聴ありがとうございました。石川製麺所の詳細は概要欄のリンクからご確認ください。面白かった、参考になったなど思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。本日もお相手はキミショーでした。またのご視聴お待ちしております。